リオデジャネイロのスラム、ファベーラ・チャカルタのゴミステバのスラムロンドン、ホワイトチャペル付近の貧困地図、チャールス・ブースが1889年に、作成5ポインツの低圧賃住居1890年頃、スラムとは、都市部で極貧層が居住する、過密化した地区のことであり、都市の他の地区が受けられる公共サービスが受けられないなど、 居住者やコミュニティの健康や安全、道徳が脅かされている荒廃した状況を指す。世界中のほとんどの大都市にスラムがある。スラム街、大廃地区、貧民屈などとも表現する。世界のスラム住民の数は増加傾向にあり、国際連合人間居住計画の統計によれば、21世紀初頭でのおよそ10億人から2030年には倍の20億人に、 増えるとされる。スラムの特徴として、高い失業率と貧困があり、このため犯罪や麻薬、アルコール依存症や自殺などが多発する傾向にある。特に悪事や犯罪などがしばしば行われる、無法地帯と化した地域に対しては、暗黒街と称されることが通例となっている。発展途上国の多くでは、非衛生的な環境のため伝染病が流行していることが多い。 貧困状態にある少数民族の居住区を指して、ゲットーと呼ぶこともあるが、日本語でのゲットーの意味は主にユダヤ人居住区を指すことが多い。発展途上国の多くのスラブは、農村部などからのスコッターと呼ばれる移住者が首都などの大都市に押し寄せ、需要を超えた労働力の超過によって、行き場を失い、環境の悪い町外れなどの未開発地域に住み着いた結果発生する。 本来、鉄道用地や、河川用地、高速道路用地、廃棄物処理場用地であることなどから、法的には、不法占拠地にスラムが形成されているケースも多く、不法占拠地であることを理由として、公的機関によるインフラが全く整備されないままの状態であることも多い。無計画、無秩序に住居が建てられることで、消防車や、 救急車といった緊急車両が侵入できないほど道が狭く建物が込み入っている。これらは火事が広がって多くの犠牲者を出す、急病患者や怪我人が助からないなど生活環境を悪化させる要因になっている。道の狭さからゴミ収集車も立ち入れず、地区全体が回収作業の対象とされない場合、さらに衛生状態を悪化させる要因になっている。いくつかのスラムは ゴミ処理場の近くや中に作られており、ゴミのリサイクルで生活費を稼いでいる。ロンドンはスラムという単語が生まれた地と言われている。産業革命以降、シティオブロンドンの人口が過密となり多くの低所得層は東部のイーストエンドに移住した。ニューヨークでは1800年代前半の移民の大量流入によってスラムが形成された。ファイブポインツが有名である。 チャールス・ブースが出版した書籍、ロンドンの民衆の生活と労働は、貧困を個人の問題から社会の問題へと変えていく原動力となった。1900年代以降、両都市では低所得者用の公共住宅が大量に供給された。江戸時代から明治時代にかけて、江戸、東京の三大貧民屈と呼ばれていたのは、下谷万年町、芝新網町、 四谷染川橋であり、いずれも徳川時代の旧非人系の被差別部落に起源があった。その他には深川の霊岩、麻布の新網町、浅草の玉木町、本所の三笠町などが著しい貧民靴として知られていた。明治20年代には調査された地域においてだけでも東京には少なくとも115の貧民靴があった。百九十七年の調査では、 下や万年町で875個、芝新網町で532個、四谷目川橋谷町で1370個の催民長屋が確認されていたが、日露戦争後に地価が高騰すると貧民は、日暮里や三河島などバスへの催民街への移転を余儀なくされた。1923年には関東大震災でバスへの催民街の多くも壊滅し、 東京市街に移る者も,も現れた。主な職業の類型として、日課人足、人力社夫、くず拾い、芸人、イカケやコウモリ傘直し、露店で商う、商商人などを制御とする人々が住んでいた。スラムを解体したり、活性化させることで問題を解決しようとする、試みは、古くから行われてきたが、必ずしも成功を収めていない。文化大革命時に大量に、 中国大陸から香港に難民が押し寄せた際、不衛生なスラムが至るところにでき、犯罪や暴動が頻発した。当時の英国行政府は膨大な量の高層住宅を建設して住民を収容したり、郊外に新たな居住区を建設し住民を移住させるといった対策で一定の成果を得た。しかし他の開発途上国では失業者対策が行われないなど、 スラムの存在する根本的な理由を解決していないことが多いため、ブルーイット愛号のように団地自体がスラム化する場合がある。また、賄賂や横領など対策を取る側に問題があることもある。ある地域をスラムと呼ぶとき、異なるアイデンティティを持つ外部の人々が自分たちの文化景観の基準から外れた地域に対して、その地域の人々の文化やライフスタイルと関係なく、 秩序がない、健在が現代的でない、など、文化摩擦や誤解から一方的に、スラムのレッテルを与えてしまう場合があり、行政によって、都市再開発の対象とされてしまうケースもある。例えば、アメリカでは、プエルトリコ人やロシア移民など、特定の民族集団が固まって居住する地域のライフスタイルや空間の使い方が、アングロサクソン系アメリカ人の許容できる水準に、 達していないとして、スラムと定義した例がある。スラムを民間部門の自由な社会経済活動の場と捉えて、住民を草の根民活として肯定的に評価する立場もある。農村にあっても十分な収入を期待できない場合、都市に流入する貧困者が多いが、都市に転居しても、工場労働者や事務員のように正規の雇用機会は得られない。そこで、自らが露店、 靴磨き、廃品回収などの小規模で元手があまりかからない仕事を創出する。こうして、スラムの未熟連労働者が多数就業する都市インフォーマール部門が開発途上国の大都市で成長している。こうしたスラム住人は小規模自営の労働集約的な制御につくことで貧困状態にはあっても失業者や犯罪者とは異なる地域コミュニティを形成している。当記事では、 スラムとシャンティタウンを同義として記述しているが、英語における本来の意味はそれぞれ異なっている。ありがとうございます。